戦。放送席、放送席、そしてホークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は3回逆転の2点タイムリーヒット、柳町達選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。先制された後の3回満塁で回ってきた打席でした。どんな意識でバッターボックス入ったんでしょうか。まず初回にチャンスで回ってきて、凡退してしまったので、今回のチャンスは絶対ものにするぞという強い気持ちで打席に入りました。初球からスイングしていきました。そのあたりもその気持ちの表れですか。そうですね、本当に積極的に行こうという気持ちがあったんで、はい、初球からしっかり振っていきました。そして捉えたのは2球目レフトの打球でした。打球方向など何か意識はあったんでしょうか。そうですね、打球方向とか意識はなかったんですけど、本当に、いいところに飛んでくれたんで良かったなと思います。先制を許した後の逆転打、有原投手にも大きな援護になったと思いますが。そうですね、本当に有原さんがすごいいいピッチングしてたので、ここでなんとか逆転してやろうという気持ちもいっぱいありましたね。はい、上位に好調なバッターが並ぶ中で、ご自身の役割どのような形で今捉えていらっしゃいますか。もう本当にチャンスで1本打つというのが僕の役割だと思うので、今後の試合でもどんどんチャンスで打っていきたいなと思います。これで接戦を制しての3連勝になりました。激しい上位争いが続く中、熱い7月の戦いへと入っていきますけれども、どんなプレーを見せていきたいですか。もうチームの勝利のために、なんとか、貢献していきたいと思うので、熱い7月ですが、皆さんどうぞ、僕たちに期待して待っててください。おめでとうございました。ありがとうございます。決勝の2点タイムリーヒット、柳町選手にお話を伺いました。放送席どうぞ。逆転のタイムリーを打ちました柳町のヒーローインタビューでした。いや、もう苦しい戦いの中で今日も接戦を取ったホークスということになりますね。3連勝ですね。うん、そうですね。またこの3連勝もね、全部厳しいところから拾ってるんですよね。はい、まあ、こう勢いが出てきそうなね、勝ち方ですよね。ですよね。今インタビューでもありましたけど、最初のあの打席でチャンスで凡退して、そしてあの2打席目で結果を出したというね、見事なそのバッティングを見せました柳町です。さあ、それではこの試合を振り返っていきましょう。